島津久住は、江戸時代後期の薩摩藩士。都城市領主である、都城島津家二十三代当主。安永十年、二十二代当主、島津久人の着難に生まれる。関西元年、鹿児島城において元服し、久史党と名乗る。文化九年、宗家、島津成沖の拝者主として、家老以下を従え、江戸へ赴き、将軍。 徳川家なりに拝越し、立ち、馬などを献上する。文政二年、父久志林から家徳を譲り受ける。同八年、家臣を登用するにあたり、格式よりも実力を重んじる旨を布告した。また、三代続けて職務に精霊した家は価格を昇進させるが、職務を下退した家は持ち高及び屋敷を没収する旨定めた。その他、 家臣に対し常に文部を奨励するようたびたび通達を出している。文政年間、全家老安山松岩を大和国や河内国に派遣し、面の栽培法を視察させ、また、肥後国にも派遣し、養蚕を視察させ、寮内に綿の栽培や養蚕を広めた。また、父久志林が着手した寮内の地種編産事業の 成果として、将来地理市全113巻が完成した。現在、102巻が現存しており、江戸時代後期の都の城を知る貴重な資料となっている。天保五年、鹿児島にて54歳で死去。龍峰寺に葬られた。ありがとうございます。